皆さんこんにちは。モンスターハンターシリーズプロデューサーの辻元です。本日はですね、2022年夏発売予定のモンスターハンターライズの超大型拡張コンテンツ、モンスターハンターライズサンブレイクについて最新情報をお届けしたいと思っております。これまでお伝えできていなかった新情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、モンスターハンターライズサンブレイクの最新のプロモーション映像をご覧ください。どうぞ。カムラよりハンターをお連れしました。歓迎する。さて皆さん、ダメですよ、私ここでは受付嬢ですから。強い憎悪を感じる。上だ。映像の最後に発表させていただきましたが、モンスターハンターライズサンブレイクは2022年6月30日木曜日に全世界同日発売となります。本日は商品内容や予約情報などもお届けしますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思っております。それでは本日公開した映像の内容を含め、ゲーム情報をご紹介していきたいと思います。モンスターハンターライズサンブレイクはモンスターハンターライズの超大型拡張コンテンツです。新たな拠点で始まる物語、フィールド、モンスター、アクション、そしてハンターランクにはマスターランクが登場するなど、モンスターハンターライズをさらに楽しめる要素が多数追加されます。モンスターハンターライズサンブレイクの追加要素をご紹介します。まずは新フィールドからご紹介します。今作で追加される城塞高地は、自然の中に取り残された古城を中心に森林エリアや氷雪エリアなど様々な表情を持つフィールドです。今まで見ることのなかった環境生物の姿も確認できます。かつて繁栄した文明は見る影もなく、今はモンスターたちの牙城となっています。
城塞高地の森林エリアに生息するガジュー種ガランゴルムは重厚かつ強靭な体を持つモンスターです。普段は温厚でおとなしいモンスターとされていますが、巨大な体を使って攻撃してきます。ひとたび怒らせると右腕に溶岩、左腕に苔をまとわせ、火と水の両属性を持って暴れ回ります。山頂から月を見上げて遠吠えする我竜種ルナガロン。氷雪エリアに生息し、戦闘になると全身に氷をまとい攻撃してきます。ルナガロンの真の姿はこの二足時にあらわになります。前足を巧みに操り、その爪で切り裂けぬものはないと恐れられています。大社跡のお調子者ビシュテンゴに亜種が発見されました。大好物の柿ではなく松ぼっくりを投げて攻撃してくるようです。この松ぼっくりは爆発性があるようなので要注意です。シリーズからの復活モンスターとして電竜ライゼクスが登場します。雷を自在に操るライゼクスは頭部、翼部、尻尾の3部位に電気を蓄え、全身が電荷状態になると強力な攻撃を繰り出します。カムラの里を襲ったモンスターの大襲来、百竜夜行。ハンターは里の仲間たちと力を合わせ、迫り来るモンスターの群れを撃退。カムラの里に再び平和が訪れました。平穏を切り裂いたのは、大社跡に突如現れた兵糧竜ルナガロン、そしてそこに現れた王国騎士フィオレーネ。サンブレイクの物語はこのフィオレーネとの出会いから幕を開けます。騎士の誇りにかけて。カムラの里から遠く離れた王国の使者フィオレーネは、王国の地で起きたモンスターの異変を調査するためハンターに協力を求めます。かつて最悪から里を救ったハンターは、仲間たちの信頼のもと遠い異国の地、観測拠点エルガドへと旅立ちます。交易を行う港町としての側面も持つエルガドは、モンスターの調査を行うための施設はもちろん、ハンターの狩猟生活に必要な施設が全て揃っています。カムラの里で行きつけの茶屋も出張しており、大繁盛のようです。エルガドにおける調査の中心部、それがこの騎士団指揮所です。王国周辺のモンスターに起こった異変の謎に迫るべく、日々調査が進められています。その調査を指揮するのが提督ガレアス。よくぞ来た。フィオレーネたち王国騎士を率いるエルガドのリーダーです。彼は常識外れの研究員バハリ。今後ともよろしく。天才研究員と呼ばれていますが、研究に没頭しすぎて周りが見えなくなることも。そして受付嬢のチッチェ。今作のクエストは彼女から受注することができます。はい、受付いたします。しかし受付嬢は世を忍ぶ仮の姿。その正体はとっても高貴なお方のようです。他にも加工屋のミネーレ。腕が鳴るね。雑貨屋のオボロ。いいもの揃ってるよ。その他にも多彩なエルガドの仲間たちがハンターの狩猟生活をサポートしてくれます。エルガドのモンスター調査において最大の脅威とされているのがガランゴルム、ルナガロン、そして古竜メルゼナです。王国の領域を脅かさんとする彼らは王域三皇と呼ばれ、最重要ターゲットとなっています。古竜メルゼナから王国の危機を救うため、王国の騎士たちと共に困難に挑みます。新たな鉄柱主義やより軽快に進化したアクション、個性あふれるモンスターとフィールド、
そしてチャレンジングなマスターランクのクエスト、新天地でのハンターのストーリーが始まります。ここで2022年6月30日木曜日に世界同日発売されますモンスターハンターライズサンブレイクの製品情報をご紹介します。まずはすでにパッケージ版ダウンロード版のモンスターハンターライズをお持ちの方で、超大型拡張コンテンツであるモンスターハンターライズサンブレイクのみを購入したい方は、ダウンロード版モンスターハンターライズサンブレイクをご購入ください。また拡張コンテンツモンスターハンターライズサンブレイクと重ね着装備やジェスチャー、髪型などのデジタルコンテンツがセットになってお得に購入できるモンスターハンターライズサンブレイクデラックスエディションをご用意しております。モンスターハンターライズサンブレイクの発売を機にモンスターハンターライズから始めたいという方には、モンスターハンターライズプラスサンブレイクセットをご紹介します。こちらはモンスターハンターライズゲーム本編と拡張コンテンツモンスターハンターライズサンブレイクがセットになっています。パッケージ版とダウンロード版を用意しておりますが、パッケージ版のモンスターハンターライズサンブレイクはコード封入となります。数に限りはありますが、全ての商品に限定特典をご用意しております。限定特典としてオトモガルクとオトモアイルーの重ね着装備がついてきます。ぜひご予約いただき限定特典を入手してください。加えてモンスターハンターライズサンブレイクのアミーボを3種類ソフトと同日に発売いたします。これらのアミーボをご使用いただくと特別な重ね着装備が入手いただけます。さらにいろいろなアイテムが入手できる福引きに毎日チャレンジすることができます。ぜひソフトと一緒に手に取っていただければと思います。ダウンロード版モンスターハンターライズサンブレイクの予約受付はご覧の日程を予定しています。ぜひご予約ください。モンスターハンターライズサンブレイクの商品内容については本日公開予定の公式サイトからご確認ください。ここからは好評発売中モンスターハンターライズの情報をお届けします。いい子だ。すでにお伝えしておりますが、モンスターハンターライズの周回上クエスト星7ライジングをクリアいただくと、サンブレイクから追加されるさまざまな要素を楽しんでいただくことができます。この条件をクリアするために強力な追加サポートアイテムを配信中です。これからモンスターハンターライズをプレイされる方や始めたばかりの方をサポートする武器、里森用武器14種、防具黒帯シリーズ熟練の5石を無料配信しています。里森用武器は高い攻撃力で序盤のクエストをサポートし、ゲームを進めると強化も可能になります。黒帯シリーズは防御力が高く、スキルによって回復力や攻撃力が上昇するなど狩りに役立つスキルが発動します。なお重ね着装備も同時に受け取りが可能です。おなじみの郵便屋の千里から受け取りが可能です。この他にも採取に特化した初心者サポート用防具ギルドクロスシリーズもダウンロード可能です。上位までの狩猟を有利に進めましょう。なおイベントクエストや各種コンテンツの新規での配信は3月25日金曜日までを予定しております。初心者サポート用の武器や防具でサンブレイクに備えたり、まだプレイしていないイベントクエストやコラボクエストがあればぜひ挑戦してみてください。モンスターハンターライズのアップデートに関してお知らせいたします。モンスターハンターライズサンブレイクの発売日にモンスターハンターライズのタイトルアップデートを実施いたします。モンスターハンターライズサンブレイクをご購入いただいた方はこのアップデートによって
サンブレイクの要素をプレイしていただくことができます。サンブレイクをご購入いただいていない方も、サンブレイク発売日より武器種ごとのバランス調整などの追加要素に加えて、アイテムパック、身だしなみチケットなどが使用できるようになります。また本アップデートはインターネットに接続してプレイしていただくためにも必要なものとなります。更新データの容量は 13GB 程度を予定しておりますので、十分な空き容量のご準備をお願いいたします。また任天堂スイッチモンスターハンターライズダウンロード版の期間限定のセールもこちらの日程で実施中です。まだプレイしていない方や未購入の方は、これを機にぜひ遊んでみてください。以上が今回お伝えしたい情報となります。モンスターハンターライズサンブレイク発売に向けて、今回紹介しきれなかった追加モンスターやアクション要素など今後の情報にもご注目ください。改めまして、モンスターハンターライズサンブレイクは2022年6月30日木曜日に全世界同日発売となります。また発売以降も無料タイトルアップデートを計画中です。無料タイトルアップデートの詳細については今後順次お伝えさせていただきます。本日はモンスターハンターライズサンブレイクスペシャルプログラムをご覧いただき誠にありがとうございました。強い憎悪を感じる。